Summer of Blazak, and I'm back once again with another spectacular video of Fist of the North Star Lost Paradise. this time I'm about to face off with the head guard of Cassandra. I think his name is Ogier or Unger, whatever his name is. It's a big scary dude, I know for a fact. Why is he creeping like that? Oh shoot. Anyway, ooh, like and comment, subscribe to my channel, and tap that notification bell for more daily content. He makes it so easy. I thought this was gonna be tricky. Oh shoot. So much aura. Another chop onto the head. You cannot match the legend of Bruce Lee. What in the... Man, oh, so now you want to throw some rocks at me, Chief? Oh, okay, that was a bad idea. What the? Six fingers. Did I break his arm? Yes. Master the power of the Jeet Kune Do. Is this better than that? Welcome to death, bro. Now, I take your destiny talisman. Weaklings! Who's this guy? Oh, that's his homeboy. Or maybe his brother. Yeah, go ahead and shake, hug it out. Dude doesn't even look thin. I mean, look at the size of his muscles. No homo. The man's still breathing. Toki, second brother of the Hokuto Shinken.
直してもらいたい男がいる。ある謎の憲法を受け苦しんでいる。謎の憲法。今そいつを連れてきている。時ならばその男を直すことができるかもしれない。力を貸してくれ。他でもないお前の頼みだ。よかろう。その男のもとへ案内しろ。Is homeboy all right? What's going on? Oh, nanto! これでもう大丈夫だ。飛行をついてこの男の精神崩壊は止められただ。ドキ、今日の使った憲法の正体を知っているのではないか。ああ、この剣の名はメイト・キエーケン。メイト・キエーケン。メイト・キエーケン。キエーケンとは北斗神拳と同様、人間を内部から破壊する種のものだ。しかしこの剣は肉体ではなく精神を壊す暗殺剣。おそらく闘気を込めた剣を相手の頭部に叩き込む技なのだ。もうこの剣の使い手は途絶えたと聞いていたが、その凶王とは何者だ。それはまだ分かりません。だがこれでこの男は助かるんだ。 Is Jaggy Kirtan? Yes. もう心配ない。 You need worry. じきに目も覚ますことだ。確かに表情が楽になっております。これでエデンに戻れますな。ああ、 Good. ドキ、大丈夫か。 Are you okay? すでに死は覚悟しているに心配は不要だ。ドキ、エデンという町なら安全だ。水やガソリンも豊富にある。俺たちと一緒に来ないか。いや、come on with us, man. 悪いが、それはできない。私はこのカサンドラに残るつもりだ。なぜ？ Why? 剣王がいるからだ。やはり剣王。剣王。知っているのか、リアク。剣王です、剣王。世紀末覇者を名乗る恐怖の支配者。このカサンドラも奴に逆らった者を処刑するために作られた監獄の町。ウイグルすらこの監獄の番人に過ぎない。そう。そして剣王は私とケンシロウが出会うことを何よりも恐れていた。なぜ剣王は俺たちが出会うことを恐れる。剣王が私たち北斗四兄弟の長兄ラオウだから。ラオウ、ラオウ、 That means a lot too。 男も生きているのか。うん、長兄ラオウ、次兄トキ、三兄ジャギ、そして末帝のケンシロウ、先代伝承者である師龍拳、我ら四人を養子に迎え、北斗神拳を教え、最終的にお前を後継者に選んだ。そしてお前が後継者に選ばれたあの日から、ラオウの野望は動き出したのだろう。 So he relied, so the master relied on the baby brother to become the master of Hokuskin。伝承者がケンシロウになっちまったというのに、兄者たちはなぜ何も言わん。奴は俺たちの弟、しかも一番下の未熟者なんだ。
そんな奴に伝承者の座を奪われて腹立たしくは思わんのか。分かってるのか、兄者たちは。北斗神拳は一子相で伝承できるのはたった一人。俺は知ってるぞ、伝承者争いに敗れた人間が不幸の運命をたどることを。それでも黙ってるつもりか。ふぬけたか、兄者たちは。俺は認めねえ。弟に伝承者の座を奪われてたまるか。You're gonna try to kill that dude. Kill him. し、劉拳は伝承者を誤った。北斗神拳、もはやこれまで。ラオウ、どこへ行く？天！ What? He's going to the heavens. それは天に立ち。権力の座に座るという。この世に生を受けたからには俺は全てをこの手に握る。全てを敵に回す気か、ラオウよ。無論我が波動を阻む、たとえ神だろうと相手になろう。さらばだ、トキ。神をも恐れぬ野望の男となったのだ。そして戦争が起こり、義務さラオウが望む時代になった。その後ラオウは剣王と名乗り、暴力をもって世界を牛耳る道を目指した。だがラオウにとって厄介なのが私たち兄弟の存在。 What happened to Jackie? 北斗神拳を使える我々が出会うことで、ラオウは自らの力を超えてしまう可能性を恐れた。そこでラオウは私をカサンドラへ閉じ込めたのだ。もし私がお前とエデンに行ったという知らせをラオウが耳にすれば、すぐにでも全軍でエデンに侵攻するだろう。そうなれば町は壊滅、私もお前も殺されるんだよ。だからここに残る。That's why you need to stay here. ああ。そうすれば少しは時間が稼げるはずだ。その間に、お前がまだ得得していない奥義を教える。何？俺に奥義を。ラオウを超える力を手にするのだ。そして大切なものをお前の手で守れ。わかった。お前が伝承者となったあの日、いずれ私の剣も託そうと考えていた。Let alone some extra martial arts。随分遠回りをしてしまった。So the Hokuto Shinken is like the anime version of the Jikundu. Right. だがその前に、ケンシロ、私とお前の剣の決定的な違いを知ってもらう。違い？そうだ。同じ北斗神拳でも、いわば私とお前の本質の違いが剣の質にも大きな違いを作り出している。性格、感情、生き方、つまり本質とはそのものの内面だ。
それは北斗神拳に限らず、あらゆる流派で見られることだが。あとはいろいろ話すよりも、すぐに剣を交えた方が早い。お前は一度見た剣を見切る能力を持っているから、準備は良いな。Let the training commence. 行くぞ、ケンシロウ。Myself real quick. That's what I've been trying to do this whole time. If I keep that up. What did I just do? Yeah. I knocked him out. It was a stressful fight, but... Oh, I didn't mean to hit you that hard. 見事だ、ケンシロウ。トキ。トキ。気遣いは無用だ。それよりも私とお前の剣の違い、分かったか？静かな剣だった。相手の勢いを打ち消し、乱れをつく静かな剣。そうだ。私の剣は、お前のように陶器で周囲を揺るがすような激しさはない。お前の剣は、いわば激流。それに対抗する聖水のような戦い方もあるのだ。聖水。そして、ラオウの剣も、お前と同質。激流の剣。ラオウの剣も、激流。On the same as mine. 激流同士がぶつかり合えば、
その勢いの強さで勝負が決す。お前とラオウが戦えば砕き削り合うような勝負となろう。そして今や剣王と名乗るあの男とまともにぶつかればお前が敗北する可能性は高い。だが激流をも飲み込む清水のごとき剣、私の剣であれば蛇王にも対抗でき、私の剣を伝承者であるお前が学ぶ、それこそが蛇王が私とお前が出会うことを恐れた理由だ。そういうことか。そしてケンシロウ、北斗神拳伝承者に死は許されぬ。相打ちでさえもお前の敗北であると思え、お前は何があってもこの時代を見届けねばならん。分かったなら私の剣をも糧として生きるのだ。Excuse me. Got it. Now I bear Toki Star of Destiny.Kenshiro, do you wish to learn more from my fists? Yeah. And let us begin. Now, Kenshiro, learn the truths behind my fists. Watch my movements and witness the secrets of my techniques. Right.Fight against Toki without holding back. Watch Toki's movements while he guards against your estimator's moves. Shy! Secret technique mastered. Toki taught you well, but the training isn't over. Defeat him with everything you've learned so far. Access the move from the abilities menu.強烈か。
don't know if I'm doing it right though. Looking like bruh. Kenshiro, are you alright? Yeah. It felt like I was overpowering you in that battle. I take it you felt something unusual. Yeah, thanks to you too. What is it, Kenshiro? Do you still need something? Shin's last words, he told me that without Yuria, our battle will never end. I see, yet Yuria is still alive. Then why did he seek to fight you, even having lost Yuria? Perhaps he will sacrifice himself for a greater purpose. Surely you saw something of his destiny in your battle. Kenshiro, will you bear witness the final fates of many peoples? Even in my own phone moments. Toki. Do you still need something from me? I see. お二人とも、ジャグレさんが目を覚ましました。Two. ジャグレ is awake. 何? What? ジャグレ。お前、ケンシロウか?俺は今までどうなっちまっていたんだ。ジャグレさん、あなたは凶王の剣に倒れ、ずっと意識を失っていたのです。そしてケンシロウさんがエデンの外まであなたをお連れして治療を。何、ケンシロウ、てめえが俺を。これじゃ衛兵隊長の長さ立っちまう。まさかケンシロウなんかに金を作っちまう。He's one of the most prideful dudes. もう金は平気か。You feeling it right now, though? なんでてめえにそんなこと報告しなきゃいけねえんだよ。その調子なら問題はないようですな。ケン。ではエデンに戻ろう。まあ、そのなんだ。ありがとうよ、ケン。何か言ったか。ああ、なんでもねえ。さっさと行くぞ、ケンシロウ。ジャグレイスター・デスティニー。では時、俺たちは行く。うん。ケンシロウ、またここに来るがいい。あの星の輝き、北斗七星は死を司る星。乱を呼ぶは北斗神拳伝承者の宿命か。Alright, ladies and gentlemen, that does it for this video. I'm Samurai Black Zack, and as soon as they finish with all this, and I'm signing out. Peace.